われ。世界大会の出待ち日本代表の活躍に。あっぱれ。では日本代表の勝利を祝して勝ち抜きもあげるまい。おいおいさあ、おいおいさあ、おいおいさあ。ちょっとこの現代の世は暑すぎるな。湿度もすごい。どうにかせ。こういう時はですね、現代最初からアイスクリームを使います。なんじゃアイスクリームとは。でも全く美味しい甘味のね、そのですけども、すべて甘味みたいです。おー、ぜひ食べたいもんじゃな。夏には持ってこいじゃな。よく出て兵庫の食べたことあるやつ。私はブラックモンブランも登場しているはず。ブラックモンブランなんじゃその なかなかと。いやとても美味しいバニラアイスクリームという甘味の上にチョコレートという南蛮のものが多かったですね。とても美味でございました。うまそうじゃな。なんとこれがこういう気持ちはございました。100円よりお安いのも、特にいくらじゃの安いの。しかもなんと入れてきますので、福岡、北部九州限定で。なんじゃと。こちらしか売っておらんの。そうでございます。江戸では買えんのか。江戸では買えますよ。さらになんじゃなんで当たりがございます。当たり、当たりが出たらどうなるんじゃ。腹を壊すのか。当たったことないので分かりません。9点分の当たりが貯まると、さらに1本でございます。なんじゃと、もう1本もらえるのか。そうです。それがなんと全国のコンビニエンスストアでもらえると書いておりますが、全国のコンビニエンスストアにブラックモンブランが置いていないんでございます。ということは、置いてあるお店しか交換ができんかもしれません。ぜひブラックモンブラン世界中の皆の者、福岡に来た際は食してくだされ。